真山製火9月1日から1948年3月25日は日本の劇作家、小説家。本名は真山明。宮城県仙台市浦五番町三番地に生まれる。父、広氏は旧立藩氏の氏族で小学校の校長だった。第二高等学校医学部中隊。仙台市に近い農村を舞台とした農民文学の南小泉村で注目された。 佐藤光六、小栗風洋に指示。正宗白鳥と共に、新進の自然主義作家として登場したが、極端な完璧と現行の二重売り事件で1911年に、分断からは一時遠のく。1919年、新派の雑木作家として復活。元禄中心蔵は、新歌舞伎の名作と言われる。他に、平野正門など多数がある。随筆。 滝沢馬琴は、初めて、滝沢馬琴の全体像を捉えた評論である。伊原才閣の研究もある。1942年帝国芸術院会員。心臓麻痺により、疎開先の静岡県沼津市で、旧止、69歳だった。改名は、聖火院電気外文旨、ね、大古寺。演出家、劇作家で、劇団新制作座を主催する長女の真山美穂は、 歌舞伎関係者を対象に1982年から2001年まで、真山聖歌賞を設けた。岩井博史、作家の臨終、母比辞典303ページ。ありがとうございます。